マリウポリは、ウクライナ東部のドネツィク州にある都市である。交通輸送の中心地で、アゾフ海に面した港湾都市、カルミウス川の河口がある。クリビーリフ鉄山とドネツタンデンが近郊にあり、工業都市として発展し、二つの大きな鉄鋼製造企業がある。また、夜勤学の大学もある。 ソビエト連邦時代の1948年から1989年まではアンドレジダーノフにちなんでジダーノフと呼ばれていた。住民はウクライナ人、ロシア人の他にはギリシャ系のポントス人が多く2万人を超える。2014年ウクライナ騒乱から続く混乱の中でドネツィク州の州とドネツィクが分離、独立派に占拠されたため、 マリウポリは同州の臨時的な州都となったが、その後、クラマトルスクへ移転している。政府軍、新英隊と分離独立派による激しい戦闘の舞台となっており、多くの市民が犠牲になった。ロシアによるクリミアの併合で、アゾフ海と国海を結ぶケルチ海峡の両岸が、ロシア連邦の実効支配下に置かれた。アゾフ海を出入りする貨物船は、 クリミア大橋建設に伴うサイズ規制や検査を受けるようになった上、2018年11月にはウクライナ官邸がロシア国境警備隊に打破される事件が起き、保険引き受けが拒否されるようになった。マリウポリ港を利用していた工業地帯が親ロシア派に制圧されていた影響もあり、マリウポリの経済は大きな打撃を受けている。背景についてはクリミア危機。 ウクライナ東部紛争を参照。ドネツク州都、セントイコール、ウクライナ大統領時事通信2014年6月18日、閲覧。キッコテンコツームーブリネツクアドミニストレーションツー、クレーメトルスクツーリーブパワーストラクチャーズイン、マリプル。ジルコロナデリー、HTTPMW、ウア、ユークレーン。 キッコテンコツムーブディネッツクアドミニストレーションツークレイメトルスクアンドツーリーブパワーストラクチャーズインマリップル -119HTML2015 年6月23日閲覧クリミア対立解けぬ緊張ロシアのウクライナ感染発砲事件1ヶ月地元経済に打撃朝日新聞長官2018年12月29日2019年4月26日 閲覧、ありがとうございます。